我们坚持人民至上，生命至上，坚持动态清零不动摇。中国共産党大会の開幕式でゼロコロナ政策の正しさを強調した習近平国家主席。ただこの政策、新型コロナの感染者が一人でも見つかれば周辺一帯に厳しい外出制限などを課します。このため経済活動の制限にもつながり、景気は悪化しているのです。こちらのショッピングモールなんですけれども、空きテナントが目立っていますね。この喫茶店も店内での飲食禁止措置などの影響で7月閉店に追い込まれました。どんなに努力をしてもダメで、1年半続けましたが店を閉めざるを得なくなったのです。とても辛いです。こうした中、今日予定されていた今年7月から9月までの中国の GDP 国内総生産の発表は突然延期に。極めて異例の事態に市場関係者からは、発表される数字が良くないからではないかとの声も聞かれます。景気悪化は若者の就職難にもつながっています。音楽の専門学校を卒業したばかりの高以豪さん。この半年、北京で就職活動を続けていますが、仕事は見つかりません。ロックダウンなんて、今の時代で現実的ではありません。多くの会社がリストラしたり、実際に潰れたりしています。20% 近くに及ぶ若者の失業率。北京で就職できず故郷に戻った知人も多いといいますが、高さんが今可能性を見出しているのが、ギターを作るのが好きなので、日本で専門的に学ぶのもありかなと思っています。海外への移住。就職斡旋業者によりますと、今年に入り海外に拠点を移すことを希望する中国人が急増しています。中でもシンガポールは中国語が公用語の一つのため人気だということです。ネット上でも移民というキーワード検索が増えています。今年の3月末くらいに来日しました。こちらの女性は今年の春から日本の金融会社で働き始めました。上海でのロックダウンの経験から、ゼロコロナ政策が続く限り中国に戻るつもりはないと話します。今日このビルが閉鎖されるかどうか本当に前に不安を抱えて生活していました。あんまり信じられないくらい厳しさでした。みんな出てよかったなと思っていますね。厳しいゼロコロナ政策と経済への打撃で高まる一方の中国国民の不満。23日に発足する新指導部が景気回復の道筋をつけられるのかが注目されています。ニュースディグ。